一般社団法人中部産業連盟は日本の愛知県名古屋市東区に本拠地を置くグローバルに事業活動を展開する全国ベースのマネジメント専門団体である。略称は中産連。中部産業連盟は1948年経済産業省所管の公益法人として設立されその前身である新産業連盟が掲げた産業界の復興。 発展という大使を受け継ぎ、明日のマネジメントに関わる提案、事業を通じた企業経営の支援を使命に掲げた。そして日本がものづくり立国の道をかける中で中三連はグローバルに事業活動を展開する全国ベースのマネジメント専門団体として発展。2012年には法令改正に基づいて、 一般社団法人に改組し、支援活動の幅をより一層広げている。2018年、創立70周年を迎えた、中3連は、約800社の企業、団体が会員として参加している。戦後70年、日本のものづくりの成長は、世界が活目するところだったが、明日からのものづくりは日本が未体験のフェーズになるかもしれない。そんな危機感を持って中3連は、 改めて自らの姿勢と役割を問い直し、時代を見据えた活動方針と新たな事業を立ち上げ、企業経営と活動を徹底してサポートしていく覚悟を決めている。事業目的である企業の経営に関する調査、研究、診断、指導及びその不機を行うことを創造的に行うため、新しいマネジメント専門集団として資源を結集。国際化。 専門家、ネットワーク化を図り、研究開発事業、コンサルティング事業、人材育成事業、官学、他団体、学会との連携支援事業など、活動領域を拡大し、日本企業が抱える課題の解決を通じて広く、産業界、企業に貢献している。2020年7月1日現在、ありがとうございます。